なところに一人でいるなんて。最近元気ないけど何かあったの？そんなことございませんわ。毎日が楽しすぎて、それでかえって疲れてしまっただけですの。私たちといる時くらい無理しなくていいですよ。不謹慎なことですけれど、この旅が終わることを考えると少々寂しいものですよね。ああ、そういうことか。私たちは皆さんとそれほど長く一緒にいるわけではありませんけれど、それでもこれだけ寂しいと感じるのであれば、もっと長く一緒にいる方はどうなのでしょうか。いろいろと複雑だろうね。特にエリスとかはさ。そうですわ。ブラムなどよりよほどエリスさんたちの方が苦しいはずですもの。そういうことではないんです。私が申し上げたかったことは、苦しんだり悲しんだり寂しく思う必要はないということなんです。だってさっき、あれはこれまで皆さんとしてきた旅が終わるので、当たり前の日常がこの先まで続いていくと思っていた日常が失われるので寂しいですね、ということなんです。ですが、一つの旅が終わっても全てが終わるわけではありません。いえ、むしろこれからが始まりではありませんか。なぜなら、戦いを終えたからといって私と皆さんの関係が変わったり終わったりするわけではありませんもの。なるほど。つまりこれから私たちの新しい旅が始まるってことか。人生は旅のようなものだと誰かが言ってましたの。一つの旅は終わるけれど、ブラムたちが生きている限り旅は終わりませんの。そして私たちの関係も。はい、続いていきますの。ということですから、これからはもう遠慮することはございません。どうしても手に入れたいものがあれば、そうですね、奪っちゃえばいいんです。なんと言いましたか。そう、略奪愛です。略奪愛、なんかいいねそれ。燃えるっていうか、なんかムズムズする。少し違うような気もしますけれど、世界のどこかでは一人の男性と複数の女性がちぎりを結び、一つの家族として共に暮らす風習もあるそうですが。それじゃあ略奪愛は無理だね。ちょっと残念かな。たとえ全てが終わったとしても、私たちの関係は、思いは変わることはありません。私たちはもう血よりも固い絆で結ばれているのですから。ダメダメ、私たちは家族なんだから。一蓮托生、運命共同体ってね。私たちの帰る場所は一つ、この場所しか。皆さんと共にあること。それじゃあ、私たちのいるべき場所へ。